ラケル・ジマーマンは、ブラジルのファッションモデル。14歳の時に、ポルトアレグレでスカウトされ、日本とパリで活動。スティーブン・マイゼル撮影のイタリア版、防具誌2000年9月号の表紙で注目を集めた。その後、本格的な活動が始まった。彼女の学校の友人は、彼女がモデル活動を続けるように説得した。ジマーマンは、モデル活動後の人生設計について、 想像的な何かをしたいと語っている。シャネル、プラダ、バレンシアが、エルメス、グッチ、ディオール、クロエ、マックス・マーラ、ベルサーチ、ルイ・ヴィトン、フェンディ、ジョルジオ・アルマーニ、ドルチェ＆アガッパーナ、エスカーダ、H&M、バレンティノ・ガラバーニのキャンペーンモデルを務めた。2002年、2005年、2006年と、ビクトリアズ・シークレットのショーに出演。 ジマーマンはこれまでに、ブラジル、アメリカ、イタリア、フランス、日本、中国、ギリシャ、ドイツ、ロシア版のそれぞれの、ボーグ、ハーパーズ・バザー、エル、ヌメロ、ロフィシル、マリエ・クレール、ID、V、フランスなどの表紙を飾っている。2007年5月、アメリカ版、ボーグの記事で、新しいスーパーモデルとして、ドーチェン・クロース、キャロライン・トレンティーにヒラリー・ローダ、サーシャ・ピボバロバ、 アニネス・ディーン、ココロシャ、ジェシカ・スタム、シャネル・イーマン、リリー・ドナルドソンと並び紹介された。フランス版、ボーグが発表した2000年代のトップモデル32、選出された。2011年、レディ・ー・ガガのシングル、ボーン、ディスウェイのミュージックビデオに助産主役で出演。カメラマンのルイ・サンチェス・ブランコと結婚し、現在ニューヨークで暮らしている。ありがとうございます。